古経緯は、新末、中華民国の軍人、川軍の指導者の一人、字は、文乱生炎業を営む家庭に生まれた。1901年、官費により、日本へ、軍事留学に向かう。正城学校に入学し、その後、陸軍士官学校の不評科で学んだ。同期には、サ津ツや小方シがいる。留学中に、南帝のズと共に、 巨庭か、学生軍を組織し、軍国民教育会に参加した。1904年に帰国し、四川総督鈴代から、四川陸軍部美学道官同委員権教習に任命され、中華級の軍艦を訓練した。1907年、鈴代が、運気総督に移動して、昆明に赴任すると、子もこれに随従する。子は、特連どころ三議官、雲南陸軍小学。 雲南陸軍、1909年、厚生巡部に赴任した陳姫の江の将兵により、子は厚生省に移動して、新軍共闘に任命された。1911年秋、武将起義に,にこして、厚生省の革命派が放棄すると、子経緯が厚生都督に推挙された。ところが、子には、半身の意志がなかったため、上海へ逃亡し、その後四川省に戻っている。 1912年2月、四川省南部で北進してきた天軍と川軍の間で紛争が発生する。天軍とも深い縁を持つ古経緯がこれを調停し、衝突を回避した。間もなく、古経緯は、四川都特院マサコの昇平を受けて、生徒入りし、前科は陸軍軍団長に任命された。同年7月、チベット軍討伐に向かった院の要請により、古は、 北京の遠征外から森立支線都督に任命された。これ以降、古敬位は、院馬佐向を追いようとして、支線の実権を握ろうと図り、遠征外に接近してその権威を借りようとした。9月、遠征外により、支線民政庁、超土川釈が北京へ召喚され、古が民政庁を兼任した。1913年度月、陰はこう、支線都督に正式に任命し、陰は、 川辺計略士へ移動させられた。この人事に怒った院は辞職する。それから間もなく、院は子により逮捕され、完全に失脚した。同年の二次革命。1914年6月、子は異部将軍に任命され、支線軍務を正しりした。しかし、子経緯は、親遠政外派であるとはいえ、出自は、北洋系ではなかったため、 玄はやはり子に全面的な信頼を寄せなかった。1915年2月、北洋系の陳が北洋軍を率いて四川省に入った。そして同年6月、陳が正式に四川特軍に任命されると子は北京へ召喚されてしまう。子は、武士武将軍兼賛成員賛成という名目だけの地位に移動させられた。以後、 何度か四川省での復権を格索したが、ことごとく失敗する。後に、重慶に偶拒した。国民賛成会賛成員などは務めたものの、軍政から事実上引退していたと見てよい。1950年、重慶で死去。去年73。ありがとうございます。